参加いたしましたか。やっぱり安倍政権ちょっとまずいと思うんで、はい、ここで変えなければいけないと思って参加しました。どのように安倍政権はまずいと思いますか。もうすべておかしいです。例えば集団的自衛権ですかね。はい、法案の方もやっぱりちょっと、はい、京都から来たんですけど、普段からこのようなデモには参加していますか。はい、参加してます。 3.11 以降、はい、半原発のデモとかずっと参加してます。気持ちでこちらのデモに参加しましたか。この前の4月1日の集団的自衛権行使容認の閣議決定を受けて、私は集団的自衛権の行使容認に明確に反対する気持ちを持っているので、私が街とかで声出して反対だって言わなかったら、このままいろんなことがどんどん決まっていって、知らない間に日本が変わっていって、政治のことがどんどん決まっていくっていうのが嫌だったんでここに来ました。この安倍政権は集団的自衛権を集団的自衛権を行使容認で閣議決定しました。そのやり方についてどう思いますか。やり方についてはやっぱり結構暴力的っていうか、あまり議論を経ないで憲法の解釈をガラッと変えてしまったので、そこはなんかやりすぎだなって思うんですけど、でもまああちらはあちらでいろんななんか事情があって、なんかいつまでにこの法案を通してとか、なんかアメリカからの圧力があってとかいろいろあるかもしれないので、なんか大変なんだなって。もはやこんなやり方をしてみたいな。でもだからそれを私たちがそれやっぱやめようよって言わなきゃいけないなって思います。ありがとうございます。見てる方に対してメッセージありましたらお願いします。政治のこととかなんか分かんないこといっぱいあるし、腹立たしいこともいっぱいあると思うんですけど、なんかやっぱ誰かのせい、安倍さんのせいっていうよりは、なんか私たちが今まで何もしてこなかったから今があるっていうところはすごくあると思うので、なんかみんな、 なんか政治の話とか社会でする空気になってないから話すことに抵抗あったりとかするけど、でも多分大丈夫だから、こうやってなんかかっこいい楽しいデモとかも始まったし、きっとこれから政治の話もできる世の中になっていくと思うから、一緒に頑張りましょう。皆さんありがとうございます。吉良よしこ議員です。こんにちは。こんにちは。そうですね、安倍政権が集団的自衛権を行使閣議決定してから約1ヶ月とちょっと経ちました。今後のその法改正などが注目されていくと思われますが、今後市民はどのようなことにその注目をして政治を見つめていけばいいでしょうか。本当に次から次へと悪政を進めていこうとしているのが安倍政権なので、はいはい、もう一つ一つ原発にしても憲法にしても TPP にしても労働法制についてもどんどん悪いことしてくるから、はい、一つ一つに反対の声を上げていくっていうのが一番大事だし、はい、今日みたいに、はい、まあ、何をともあれこういう悪政を進める安倍政権に対して全部怒りの声を上げる、はい、こういう声を突きつけていくことこそが民主主義だと思いますし、はい、一緒に頑張りましょう。私も皆さんと頑張りたいと思います。はい、見てる方に対して一言お願いします。はい、
今日来れないって方もたくさんいると思いますけど、はい、心は一つということで、はい、みんなで、はい、あっちでもこっちでも頑張りましょう。はい、ひろさんありがとうございました。どのようなお気持ちでこちらのデモに参加しましたか？そうですね、私自身も遊びたいなら戦えなきゃいけないと思っていて、はい、なんか戦うために戦うんじゃなくて、本当に自分の生活っていうか、もうファシストって絶対自分の生活の領域に入れたくないなと思ってたんで、もうなんか今そういう遊びだけど戦いみたいな空間がここにバッて本当に実現してて、ものすごい、なんだろう、普段の生活にもこのうねりが出てくるのかなとか。現在おいくつなんですか？あ、何歳ですか？あ、23になります。お若いですね。そうですね、周りの人でこういうふうにこの普段の生活で政治について、安倍政権の言っていることについてなど興味持ってる人ってこれ実感としてどれくらいいますか？周りの若い世代の方は。そうですね、なんかもう大学とかだったらまだ出会えるんですけど、やっぱりなんだろう、バイト先とかそういうところでは本当にめったに喋れないですけど、まあ、でもなんかこんなに楽しいんだよって、やっぱこういうものを見せてあげられたら本当にすぐポンって貼れるものなのかな。その安倍政権は集団的自衛権を行使容認で閣議決定しました。これについてはどう思いますか？そうですね、これから自分たちが殺せる国になってしまうっていうのは、もうなんかやられるっていうこともすごくトラウマにはなるんですけど、やっぱりなんかこういう時に本当にその手を止めるっていう時には殺したくないっていう気持ち、殺させたくないっていう気持ち、それをもっともっと強くしていかなきゃいけないなと思います。最後にこちらの見てる方に対して何かメッセージなどありましたらお願いします。生き延びましょう。ありがとうございました。まあ、結局、何に抗議しているかっていうと、集団的自衛権、国の要するに社会の安全とかに全部関わることを国民と関係なく憲法をすっ飛ばして閣議決定しているわけですよね。でっていう、つまり主権を奪っているに等しいわけですね。国民の主権、国民のパワーを奪っているに等しいわけで、でそれに対して何かこう弱い者としてこう必死に訴えるというよりも、自分たちの気持ちとしては俺たちの方が強い側なので、憲法上も法律上も社会の力としても俺たちの方が本当は強いんですよ。だからそれを訴えたい。俺たちの方がパワーであり主権なんだっていう、主権を奪ってる側に対して主権を訴える、そういう意味でパワーの力じゃないといけなかった。でしかも今いろいろ経済的にもあんまり良くないですし、労働者に優しくない、普通の労働者をバカにした政府っていう面がありますね。だからやっぱりそこ働く車できちんと庶民の力を力として訴えたい、力を奪ってる相手に対して俺たちの本当の力を訴えるということで、あとはまあやっぱり遊びもやっぱりそこは入れないと、楽しく子供も楽しいし、そういう風にしたいということでブルドーザーですね。はい、いやめちゃくちゃ良かったんじゃないですか。沿道の反応めちゃくちゃいいし、子供も喜んでたし、やっぱりみんな上がってたので、それが必要なんですよやっぱり。まあ難しんでるというか、なんだこれはって。とにかく注目のきっかけにはまず間違いない。そうですね、論争にもなるし、何言ってんだろうっていう。そうですね、そうですね、それはいいと思いますね。デモはここで流れ解散となります。どうもお疲れ様でした。そうです、ホイールローダー、大将、高橋です。高橋です。はい。ありがとうございます。お願いします。できれば、どうもお疲れ様でした。